やあみんな、やあみんな、3回目のチャレンジだよ。で、今回の作戦がね、あるの。前回はタイム見なかったから、なんか VD で食ってたけど、タイム見ながら食ったら、ちょっと焦る気持ちが出てきて、余計食べれると思うんだよね。それではいきます。ベロニカさんの挑戦です。ドゥン、ドゥン、ドゥン。もう一人だからさ、もう3回目だから気が立ってくるんだよね。ベロニカさんの挑戦です。ドゥン、ドゥン、ドゥン。お願いします。いただきます。じゃあ、用意。スタート。タイムもタイムが落ちた。悔しいよ。なんでなんだろう。にょー。いやみんな、今日も今日で何の面白みもない普通の顔してますね。はっ。いた。今日も京都でピアンガの。激辛を食べようか。なん、よいしょ。先の見えない。なんかあれが、そうだ。そうしよう。俺は美味しくもない。食べたくもない。人が食べるようなもんじゃないものも食べなきゃいけないんだ私は今。そんな気持ちに皆さんなったことあるかい？いやないね。今日も京都で俺は。この極激辛を食べ、お腹を壊し、お尻を痛め、また二人からバカにされるんだ。なんだそのクソ小芝居。ベロニキはまたベロニキまた食べれてない。また30秒で食えなかったのかとバカにされる日。みんな俺のこの辛さがわかるか。そうか、みんな分かってくれるか。俺だってふざけてるわけじゃないんだ。真剣に毎日食べてるのに、いい記録を出そうと頑張ってこうやって食べているのに、認められないこの日々は辛いもんさ。みんなわかるか。ああそうだろう。横手はズボラ飯を平らげ、晩ご飯は俺だけ激辛。そんな二人をみんなどう思う。許せないやろ。ああそうだろう。なぜ俺が毎日こんなに激辛を食べなきゃいけないのか、俺は不思議でたまらないよ。この悲しみをみんな世界に広めてくれないか。ああそうだろう。携帯で見てるみんな、まあ、はたまたパソコンで見ているそこの君たちよ、かわいそうだと思わないか。俺が。ああそうだろう。かわいそうだと思うだろう。まだまだ食べなきゃいけないんだ俺には。果たされたミッションが。そろそろ湯切りしようか。
見ろみんなこのふざけ散らかした乾麺を。油こぼれる。まだこんなものを俺は食べなきゃいけないのか。なぜだ、なぜ俺だけがこんなに苦しい思いしなくちゃならない。ああそうだろう。おかしいではないか。後ろでご飯を美味しそうに食べているもげてるがいるんだ。なぜ俺はあんな風に美味しそうに食べ物を食べてはならない。ちなみにこれね、例えば今日今この瞬間に記録を更新するじゃん。そしたらこれは視聴者プレゼントだ。君たちの家に送りつけてやるからだ。覚悟しとけ。何が一番腹立つって。噛まずに飲め飲めって言うよ。ちょ、お前が飲んでみや。飲め。あ、でも本気でブチ切れるよ。飲め飲め。こう言ったか。飲め飲め。それでは早くチャレンジ用意スタート。頭めっちゃ踏むやん。頭振って一気に飲み込んでしまう作戦。いや、頭振ることによって吸う回数が少なくて済む。いいぞ。ぼちぼち早そうやぞ。辛いのか辛いな。口の中残ってるから。いけいけい。これ詰まったんだよ、もしかして。詰まった。水いく？しゃっくりが止まらん。今このタイミングでかよ。タイミング悪いね。ペヤング食べるストレスによってしゃっくりが出てもってるんちゃうか。前半良かったもん。あ、はい、水取って。はい、お水どうぞ。ただいまの記録2分75。